Welcome to Kyoto. Welcome to 夢はじまん TV。今日は夕刻になってしまったんですけれども、伏見稲荷大社の奥の院から伏見神坂神社、それから弘法の滝に参りました。外国からのお客さんもたくさん増えて、楽しく会話できました。皆さん、今日は肩の力抜いて軽く歴史、伏見稲荷大社の歴史と、それと夢や八幡士官で日中道ソロに立って一回話していきたいと思います。本日参りましたのは奥の院で、ここに、後醍醐天皇が吉野に行かれる際に立ち寄ったというところがありました。それからちょっと上がってすぐに右に寄れます。これもすぐですね。でちょっと登りましたら、久しぶりに行ったんで月光ありましたですけれども、伏見神田原神社というのがあります。これは全く伏見大社とは全く関係ありません。伏見稲荷大社というのは旗の威力が711年に作ったとされております。日中道ソロに関しては後で述べます。こちらは諸の目家の神社です。ちょこっと動画で申しましたけれども、動画撮った後宮司さんと話できたんですけれども、伏見神田原神社というのは諸の目系の神社です。こっちは畑系の神社ですね。それで、伏見稲荷大社というのはあくまでも伏見山がご神体です。神道では神羅美と申しますね。岩に神様が降りたら岩倉であって、山に降りたら神羅美であって、木に降りたら神室美ですよね。これ全くユダヤの信仰と一緒ですんで、私ユダヤの兄弟言うてる人間に確認しましたんで、シナゴがなかったら木の前で祈りを捧げてますんで、全く同じ、思想、信仰だと思います。これずっと鳥居ですよね。御祭神は宇賀の御霊の狼です。スサノオノさん南坊と言われておりますし、伊勢神宮の下宮の豊受の狼と合祀してるんだという説もありますし、いろいろあります。で、佐田彦の狼、大宮目の狼、田中の狼、死の狼と5つの5基の神輿が4月の末から5月の頭にかけて、京都駅の八条口のところですね、イオンモールの前にあります、伏見稲荷のお旅所に、来られる神輿が来るのが稲荷祭というんですけれども、コロナでここ3年間はなかったですね。来年はあってほしいと思います。私は当時の近くの古民家に住んでる時はこの死の狼のおみこしで、親友会というのに入れ言われて入ってましたですけれども、私の試験ですけれども、まあ飛鳥昭雄さんなんか申してますし、田中の狼の田の中やから十字架を示してるんだと、死の狼は死んだ神さん言うから私はキリストやと思って、見ており
まして特別な神輿です。みんな主の上に塩をかけるんですけれども、ここ主の狼だけ紫です。特別の お神輿でした。それで、富士の森神社や最初のお稲荷さんのロケで申しましたけれども、本殿は、富士の森神社が建っていたところということです。それで、空海と関係が深いようで、空海が富士の森神社をのかせて今の伏見以来の本殿ですね、皆さん参られるところに建てたということです。富士の森神社というのはスサノオを祀る神社ですので、これが物の部家、それで、当時の方は畑敷ということで、鏡合わせになっているということですね。伏見神長良神社の宮司さんは畑はなんか新しいやないかいうのはそういうことですね。畑氏というのはキリストが生まれてからシルクロードを通って日本へたどり着いた方々であって、物の部というのは秦の始皇帝の序服の流れで、紀元前に日本に来られた方々だと思いますんで、そういうふうに申されるんだと思われます。まあ奥深いですね。はっきりとは言われませんし、定かというわけじゃないですけど、間違いないと思います。伏見神長良神社というのは徳佐の神長良といいまして、当時の並木不動堂の裏にございましたように磯の神神社ですね、は神社ですけれども、本体は奈良の天理にあります磯の神神宮。それで「ひふみようならむいつむんここと」というので十を数えますね。これもヘブライ語と言われてます、ね、意味があるようです。十個の宝で、これが祝詞となっております。まあ呪文ということですね。で、古の御霊といった十個の宝を言って、仏の御霊というのは剣を指すということです。それがここにあるということですね。だからこれ、伏見稲荷大社も物の部と肌の、鏡合わせであるということです。で、皆さんがこうお山へ行って参られるのはこちらのルートです。で、ここから弘法の滝がありまして、非常に伏見稲荷と弘法大師空海とは関係があるみたいで、これを出ますとずっと一番上まで行く道があります。この鳥居はありません。ちょっと急ですし、もう遊牧なんかは野良犬がおるいうことで危険ですので、それは避けられたいと思います。11月8日に神道ごまが催されるところはここで、奥の院からこっち行ったところには神田があります。で、この専門通りで、伏見稲荷大社は有名ですけれども、ちょっと最後に日中老道祖論の一部を述べていきたいと思います。鳥の赤というのは聖書でいう出エジプト記の際の、モーセが奴隷になっていたユダヤ人をカナンの地に連れ帰るという月越の祭りですね。英語でパスオーバー、ユダヤではペサハと言っております。それのウイゴ、エジプトのウイゴ方のウイゴ最初の子供ですね、ウイゴを殺すんで、
ユダヤの民は門に羊の血を塗ってあがくせよというところから来てるんじゃないかと言われております。また稲荷大社というのは INARI ですね、ナザレのイエス、イスラエルの王、レイ、ロアですからね、レイですから、そういうことで、そういう意味ではないのかという説もあります。またお稲荷さんは狐で有名、狐の狛犬の代わりに狐が使われておりますけれども、これは出エジプト記のようにエジプトに奴隷とされていたユダヤ人なんかのアヌビス神というエジプトの神および、仏教、まあ、ヒンズ教なんかの、ダキニ神と集合したんじゃないかと思われます。そういうところなんかを考えていただきまして、伏見稲荷大社に来ていただければ、ちょっと違った目で見れると思われます。今日もヨーロッパ欧米の方がかなり多くてですね、このルート取る来られてるのは日本人ほとんどおられませんでした。一人の方は向こうの滝にもう4時過ぎて行かれるみたいやったんで、こっちはいうことで言いましたですけどもね、それもう一神田から大社でやった方はドイツの方や言われてました。でここで、本年からの一番有名な専門通りのところで会った方はスロベニアの方とフランスの方でした。フランス人には非常に京都は人気あると思います。何か共鳴するところがあるのかもしれません。簡単ですが今日はこの辺で終わらせていただき、終わりたいと思います。また京都にぜひお越しください。どうもありがとうございました。